両陛下は現地で復興に尽力する自衛隊や警察、病院関係者の労をねぎらいました。さらに仙台市宮城野区ではスポーツ施設も訪問し、避難住民を励ましました。津波で自宅が流されたという女性が皇后さまに水仙の花を差し出します。皇后さまはかつて阪神・淡路大震災で被災地を訪れた時、水仙の花を手向けられたことがありました。笑顔で女性の話に耳を傾ける皇后さま。家があったところに行きまして、水仙が咲いてたんですよ。この水仙のように頑張りますからっていうことをお話しして、お荷物になるんでしょうけどもって言ったら、いいえ、頂戴してきますっていうふうに、あと握手していただいて、とっても温かい手で感激して、本当に涙出てきそうです。両陛下は来月2日には岩手県、11日には福島の被災地を訪問されます。おはようございます。おはようございます。本当にすごい素晴らしかったなということを思ってましたね。皇后陛下の気持ちがね、はい、嬉しいですよね。推薦をね手にされている、あの姿が、どれほど阪神の時からねつながっている、その気持ちをきっと、この体育館で今避難を続けている方も、お受け取りになったんではないでしょうか。いや、金井さんあれですよね、こう映像をこうやってこう、見ておりましてもね、とにかく行きたいと、とにかくお声をかけたい、励ましたいという気持ちがもうにじむ、ですね。で今多分ちょっと状況が変わって、これからどうやって生きていったらいいかっていう新しいことに直面していく中でですね、本当心のケアが大切になる局面だと思うんですけども、そういう時に両陛下の存在とかお言葉っていうのは本当に貴重なんじゃないですかね。なるほどね。会場のですね、指揮命令でですね、パッパッパッと対応するということの、これは重要なんですけども、私本当に被災直後の陛下のお言葉、あれ涙したんですけども、っていう、本当に大事なことだ、素晴らしいことだと思いますね、これは。陛下がね、被災地に行って、丘の上から被災したね、町を見下ろしながら黙念なさってましたよね。カメラが後ろの方からこう撮ってましたけれども、かつて、日本がね東南アジアにこう進駐していって、その後をね訪ねたいということでしたよ。だから両陛下の気持ちってのは一体どこにあるのかっていうのも、何も言われなくても通じてきますね。でも天皇陛下も皇后陛下もご退場がね万全ではないわけですよね。その中でね、本当にありがたいと思います。